アルベルト・ディジュッサーノは、イタリア海軍の軽巡洋艦。アルベルト・ディジュッサーノ旧軽巡洋艦の一番艦で、ジェノバのアンサルド社で建造され1931年に、竣工、第二次世界大戦で戦没した。1928年3月29日に帰港。1930年4月27日に浸水し、1931年2月5日に、巡航した。 1940年7月9日、戦艦コンテディ・カブール、海洋ジュリオ・チェザールなどとカラブリア沖海戦に参加した。8月にはパンテレリア島沖で機雷を付設した。その後は北アフリカへの輸送船団の支援に当たっていた。1941年12月9日夕方、アルベルト・ディジュッサーノはアルベリコ・ダ・バルビアーノと北アフリカのドイツ軍への補給のために、 パレルモを出撃した。だが、シチリア島、トラーパニオキで、イギリス軍機に発見され攻撃を受けたため、2隻はパレルモへと引き返した。12月12日夕方、ガソリンなどの物資を搭載した2隻は、護衛の、水雷艇、チーニョトサイの出撃したがまたしてもイギリス軍機に発見されてしまう。これにより、約1時間の遅れが生じイギリス艦隊に捕捉されてしまうこととなった。 13日3時20分過ぎ、2隻は、イギリスの駆逐艦、シーク、マオリ、リージョン、オランダの駆逐艦、イサークスウェールズの奇襲を受ける。3本の魚雷が命中した、アルベルト・ディジッサーノは沈没、またアルベリコダ・バルビアーノも撃沈された。この戦闘は、ボンミサキオキ海戦といった。ありがとうございます。